練習やるからピアノ暇だから帰っていいんですよそう、私は帰っていいっていうことになってるんですけど、で時々学校の鏡張りの部屋でダンスを踊らせてもらったりするんですけど、練習したりねするんですけれども、授業がねそういう感じの時間割だったんですよ。あの1時間目がコミュエ、2時間目がヘアの学校名が出る P イングリッシュで、3時間目が家庭科、4時間目も家庭科、5時間目が現代文教頭の授業でございました。皆さん大好き教頭先生のね授業だったんですけれども、1時間目なんかビデオ、なんかアニメ、あの英語のさなんか面白いアニメあるじゃないですか、よくなんとかホームみたいな感じの、そんな感じのなんかなんてってんあんちゃんちゃんちゃんでんでんチェンチェンみたいな、そういうビデオがあるんですけど、それをねみんなでお手手つなぎながら見ました。で2時間目に文教あのあのイングリッシュだったんですけどイングリッシュだったんですけどね、あのその時にあの自習だったんですよ自習だったんですよ。自習だったのね。で自習だったから先生がいなかったんですよ、その教室にね。先生がいなくて、だからひなちゃんたち寝てたんですよ。でおねんねしてまして、で教室の冷房がね18度に設定してあったんですよ、ひなたちがいじったから。18度に設定してて寒かったんですよ、寒かったの、すごくもう超寒かったの。だからみんながねすやすや寝てる中、部屋の一人だけガタって席立ってほうきを取ってきて自分の身長ぐらいのスペースだけ綺麗にしたんですよ、履いて綺麗にしたので、雑巾持ってきてそこだけ綺麗に拭いたのね。で窓を開けてそこ乾かして、あ綺麗になったなと思って、で学校のカバンをその枕元に置いて、で毛布が欲しかったから、勝手に恋人のカバン漁って、サッカー部なんですけど、サッカー部のなんていうの、ビブスあるじゃないですか、ビブスユニフォームがあるんですけど、練習着を勝手に取って、それをかけてすやすやおねんねしてました学校のカバンを枕元にして、そう本格的に眠りにつきました本格的にすやすやと寝ておりましたねそうで、いつも学校に蒸気でホットアイマスクあるじゃないですか、あれを置いてるんですよ、ラベンダーの香りの、それをつけて、窓際なんでね眩しいので、その蒸気でホットアイマスクをつけて寝てました時々ね取られるんですけど、何人かに貸してっつって後で買っといて入れとくからっつってなるんですけど、それをねやってまして、で寝始めたのが2時間目なんですよ。で気づいたら4時間目が始まってたんですよ聞いた、寝たのが2時間目の、でも言うと終わり30分前ぐらいので、気づいたら4時間目が始まってて、えっと思って、じゃあ号令するからそろそろ家の起きないみたいな言われて、え待って今何時間目って言って、4時間目がね始まってたの、これがみたいな、4時間目のって言って、えどういうことどういうことって言って、え待って3時間目はって言ったら、なんかね3時間目先生の体調悪くて自習だったから部屋の寝てたから起こさないであげようってみんなで話して、みんなまで寝たっつって、そう3時間目もね自習だったの。だからみんな気を使ってさ、部屋がガチ寝してるからみんな気使って、ユニフォームのさ上だけ借りて、だから上だけかけてたんですけど、
3枚ぐらいユニフォームが足にもかけてあって、みんなのユニフォームをヒャノにかけてくれてみんなのユニフォームを、ね、かけてくれてて、起きたらユニフォームだらけになってて周りが。で3時間目も自習だったから、みんなで起こされておいてあげようって言って、自分らも寝ようって言って寝てたらしいです。で4時間目家庭科ちゃんと受けて、あのすいませんって先生入ってきて、あのすいませんって、あの多分食中毒だと思うの先生、あの3時間目だけちょっと保健室に寝させてもらって、ちょっとだいぶ楽になったので授業を始めますって言って、いや先生そんな無理しないでください、私たち自習で全然大丈夫ですよって言って、なんとか自習にしようとしたんですけど無理でした。でもなんかビデオを見ました、なんか老人の方が、海外のね老人の方がスピーチしてる、お、コバさん本当ありがとうございます、ありがとう、コバさんの、そのコバさんのじゃない、間違えたコバさんのじゃない、間違えました、その老人の方が、あのなんか私たちに必要なのは、あの遠慮やそのおせっかいではなく、私たちに必要なのはなんかあのなんとかですみたいな、ちょっと大事なコウさんの間違えた、ごめんコウさん、ごめんコウさん、ハートありがとうって言った後だからちょっと間違えちゃった、ごちゃごちゃになっちゃった。そう、私たちに必要なのはなんとかですみたいな、ちょっと大事な部分だけちょっと忘れたんですけど、そういう感じのビデオをあの気が遠くなりながら見ました。みたいな感じで見て、それを2本見てるかな、15分ぐらいのやつを2本見て、であとの15分でなんかあのみんな眠そうな顔してるから眠気覚ましって何するみたいな話になって、ピアノが最近鬼ごっこしてなかったから鬼ごっこしたいですって言ったら、じゃ教室の中で静かにサイレント鬼ごっこならいいよって言われて、でサイレント鬼ごっこをしました。もう静かにね、もうみんな顔だけ、顔がうるさいみたいな、顔がうるさいけど声は絶対出さないっていう鬼ごっこをして、で4時間目が終わりました。で給食時間です皆さん、ここで事件が起きましたよ、事件が起きました。私たちサッカー部とかミーティングないから教室で食べてるんですよ。でその、 あの私 D 組で固まってね、みんなで A になって食べてたんですよね。そしたらなんか、H ちゃんがね缶詰をね持ってきたんですよ。缶詰、こういうパカじゃなくて、なんか缶詰をこうやって持ってきてたの。なんか何の缶詰だったかな、なんか中になんかヨーグルトとかが入ってる缶詰を持ってきたんですよ。2個持ってきてて、で2個持ってきてたんですけど、あの缶切りをね持ってきてないんですよその子缶切りを持ってきてなくて、やばい自分缶切り忘れたっつって、これしか今日昼ご飯ないって言い出して、ヨーグルトとね、なんかヨーグルトとクッキーとかの層がある缶詰、あの分かるんですけど、あの売ってて、それをね持ってきてたの。めっちゃ美味しいんですよそれ、昨日食べたことないけど今日初めて食べたんですけど、もらって、でやばい缶詰忘れたっつって、で缶切り忘れたっつって、であのやばいじゃんそれ食べれないじゃんみたいな。でも私のクラス、スポーツメンバーなんですよ。その学校の中でもスポーツが断然できるクラスなんですよね。だから握力がさ、ゴリラ並みに強いんですよ。ゴリラが強いかは知らないですけど、ゴリラさん並みにね握力が強いんです。もうね、私握力ある方だと思ってたんですけど、マジで腕相撲対決したら秒で負けるぐらいの、あれね、もう任せろっつってスプーンを取り出したんですよね。その金っていうか普通のスプーンあるじゃないですか、スプーンを取り出したんですよ。でも先がちょっととんがってる、こんな感じの、こういう感じのスプーンだったんですよ。で何すんのかなと思ったら、グーって力入れてスプーンの先のところをね、その
缶詰に押し当ててグーッつって、でバキッつって開いたの、そこの部分がこうやって穴開いて、でそれをね全部穴通りにやっていくわけよ、こうやってグサ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 みたいな。でね開けきったの、すごくない？もうさ怖っと思って怖っと思ってマジで。それ動画撮ってました私、面白いからおもろくない？もうやばくない？缶詰をね開けきって2個とも、でしかも握力強いの1人じゃないんですよ、みんな強いんですよ。だから1人が疲れたら交代で開けてって交代で開けてって、そう全員でその子の お昼をね助けたんですよ。私は動画撮ってる係だったんですけどそこでそこまで食べないといけないの。その子朝練やって次放課後もあるから帰るのがもう8時過ぎるんですよ。だから今食べないと飢え死にしちゃうみたいな感じでそうすっごい面白かったです本当に。もうそれ見てずっと爆笑してたもん、やのこいつらやべえと思って面白かったですね。美味しかった。なんかねヨーグルトなんだけどなんかクッキーみたいなのが中に層みたいなの入ってて、層があって、でもう一個はみかんの缶詰だったそうなんです。でヒアノはお弁当、今日お肉がお弁当に入ってて、あの私のお母さんが料理うまいってみんな知ってるんですよ。だからじゃんけんしちゃおう、ヒアノ肉ちょうだいって言われて、あいいよって言ったらみんな欲しいって言い出して、それはヒアノのがなくなるからって言ってじゃんけんで1枚だけあげましたお肉1枚っていうのかちょっと分かんないけど、で、まあ、事件が終わりました。めでたしめでたし。で5時間目、皆さん大好き教頭先生の授業でございます。メロンパン、メロンパンね、甘いもパンとかお菓子とかを食べちゃダメなんですよ。なのに持ってきてたのはヨーグルトのクッキーのやつっていう謎のね、謎のあれなんですけど、まあ、食べちゃダメだけど食べるみたいな。で、あの食堂に缶蹴りを借りに行くっていう選択肢もあったんですけど、そうなったら私があのヨーグルトとかを食べてるのがバレるっていうね、バレちゃうからもう諦めようとした先にはスプーンでこじ開けたっていう、バレないようにね。で5時間目ですよ、5時間目です。5時間目はなんかあの問題を解いて、で残りの20分間で解説をしながら答えていくみたいな感じだったんですけど、なんか30分間問題をね解くんですけど、なんかずーっとなんか第五人格の話をひたすらされてました、部屋のはなんか僕はねあの最近ランクマッチってやつにさなんか出ててさ、なんかランク多分部屋のチェーンより上な気がするって言われたから、あの見せたんですよ、そこで私ランクこれだよって見せたら負けたわって負けたわって言ってて、でなんか30分ちょっと今真剣だからって問題解き始めて、問題解いてるのもひたすらなんか独り言のように第五人格の話をしてでなんか解き終わりました、じゃあねあの回答しに回答あの答え黒板に書いてもらうからねつって黒板にこの答えを書くんですけど、その答えを書く人はなんか教頭が回って合ってる人のやつを、その合ってる人を当てて黒板に書いてもらうんですよ、1問ずつ。例えば四角1の子、この子は合ってないけど合ってるから、この子は合ってないけどこの子は合ってるからこの子に書いてもらおうとか、そういう感じなんですよね。でその私現代文すごい得意なんですよ、めちゃめちゃ得意な方で、読解力っていうの、なんか現代文得意なんですよ、なんか文章を読んでその答えるのとかがすごい得意で、で私めっちゃちゃんとやって、で誰が当たるんだろうなと思って見てたら、教頭が回ってきて、で「あっ、やっちゃん全部合ってるじゃん」って言われて「本当ですか？」っつって「やった、どこ書くのかな？」と思ったら「じゃあ全部書いてきていいよ」って言われて、いや黒板書くの大好きなんで黒板書くの大好きだから「お本当ですか？」って言って、ひなちゃん全部書きました答え。すごい素晴らしいですね。
お電話帰ってきていいよって言われて、あ本当ですかって言って書きに行って、あの端っこにあの部屋が最近ハマってるイラストを書いて、でそこにも花丸書いてくれた、ちゃんと花丸書いてくれて、で着席して拍手喝采で、あの前の S ちゃんに、前の席のね S ちゃんに、いやあの国語だけは得意だもんなって言われて、うん国語も得意なんだよっつってそういう会話をしながら5時間目が終わり、下校の時間になりました。はい、ここで皆さんまた事件が起きました。やばいよ、ここでもう事件だよ。もう部屋はね、みんな着替えてかな校庭とか体育館とかに行くんですけど、あの私着替えるとこもないし、普通にもう荷物まとめたら帰るだけだから、みんなにバイバイって言って頑張ってねっつって、靴箱が別校舎だから、あの別校舎までその靴箱を取りに、靴を取りに行ってで帰るんですけど、あの靴をねいつも通り部屋のあのまあまああのあれ、あのあれなんですよ、まあ意外かもしれないんですけど、すごい意外なこと言っていいですか、今からすごい意外なこと言うんですけど、もうねほんとびっくりすると思うの、意外なこと言うんですけど、私ガサツなんですよ、ガサツなの私、すごくもう靴バンバーンってあのドーンって音がするぐらいにね、あの力いっぱい適当にバーンって入れるんですけど、すごい意外だよね、よく言われるんだけど意外って、あのガサツなんですよね。で靴箱をね乱暴に扱ってるんですよ、乱暴っていうかボンボンみたいな感じで入れるんですけど、あの靴箱ね、この2段あって、ここに棚仕切りみたいなのがあるんですけど、意外だよね、うんうんうん、あの仕切りみたいなのがあって、上が上靴、下があの下靴で、こっちにランバードみたいな感じの靴がね3つあるんですけど、で上靴をいつも通りボーンって入れたら、あの仕切りが外れちゃって、えやばいと思って、え壊したと思って、これはまずいと思って、あのはめるだけだったんだけど、はまらないの、あのこういう鉄がこうあって、ここにねちょっとだけ隙間があるの、そこにねうまく通さないといけないんだけど、私なんせガサツな方なので全然入らなくて、やばいと思って、やべえやべえと思って、そしたら着替え終わった D 組の子たちが来て、どうしたの、まだ書いてなかったんつって、なんかね壊れたんだけどつって、そしたらケイちゃんが待って、うちも朝壊れたんだよねそれつって、直し方のコツ分かるからやってあげるつって、直してくれたんですよまさかのね前科者がいたんです、朝に、ちょうどその今日の朝にケイちゃんも壊してて、それをやべえと思って急いでやったら、あのここをポコってやってはめたらすぐだったんですよ。だからそのケイちゃんが、ね、やってくれて、やぶねえとね、ありがとうっつって、あの俺にぎゅうして俺にぎゅうしてバイバイ頑張ってねっつって帰ってきました。ヘアオちゃんの今日の一日以上です。今日も京都で楽しかったです今日も京都で楽しかったですね。うん、あともう一個ある聞きたいですか、話すんだけどさ、あの朝のショートホームルームに、なんか文化祭の大幅なやり方の変更みたいなのが言われて、なんか広島もまたその感染者の方々がちょっと増えてきちゃって、で3年じゃあ1年生が合唱、2年生がアトラクション、3年生が飲食のあれだったんですけど、3年生の飲食がなくなって、で2年生だけがその出し物をできることになったんですけど、そのお客さんと直接やるのはあのソーシャルディスタンスが罰になっちゃうので、あの映像を作って、なんか映像をね作って、でそれを配信するっていう形になったんですよくそつまらん
クソつまらん、あ、クソって言ったね、マジつまらん、ほんまに、なんでやねん、なんで配信やねんと思いながら、ちょっとね、ナウィーブ、ナウィーブだっけ、なんだっけ、なんかちょっと落ち込んでたんですよね。あ、つまんないなと思いながら、そしたらここで S ちゃんが、映像ならさ、なんかミュージックビデオ作ろうぜって言い出して、ミュージックビデオ作ろうぜっつって、すごい、それはミュージックビデオ楽しそうだなと思って、で写真とか入れるってことって言ったら、なんかマジで動画を撮って、それをつなげて、なんかつなげて、なんかマジ超クオリティ高いミュージックビデオにしようぜっていう話になって、おめっちゃ楽しそうやんと思って、いいじゃんっつってね。で今 D 組で流行ってる曲があるんですけど、私もめっちゃ好きです、この曲、その曲ね、少女レイっていう、ちょっとエモめな感じの曲がね、今 D 組っていうかハマってて、部屋の中で聴いてるやつを、なんかイヤホンでさ聴いてたんですけど、それをなんかみんな「え、何聴いてんの？」っつって、で部屋のがイヤホン取って聴かせてあげたら「え、めっちゃいいなこの曲」っつって、でそれでみんな聴いてるんですけど、そう、少女レイっていう、レイがカタカナであれなんです。めちゃめちゃ本当にね、いい曲なんですよ。なんかエモい曲で、なんかすごい意味深な、考えられるような曲なんですよ。なんか最後にどんな曲かっていうと、なんかその女の子が恋をするんですよ。でもその相手の子が女の子なんですよね。でその二人は結ばれるんだけど、世間から認められなくて、最後に線路に行って、電車に引かれちゃって、引かれちゃってというか、まあねしちゃって、で二人でカン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 っていうね、最後の音があるんですけど、もうそれ本当にエモいんですよ、その曲が。ですごいエモくて、そのめっちゃ好きなんですよね。で D 組もたくさん聴いてて、じゃあその曲、女の子と女の子だしよくねってなって、でその曲をミュージックビデオにしようぜっていう話になって、で学校とかさ、線路とか使えるからさ、めっちゃ超エモい感じのやつできるんじゃねみたいになって、それを撮影しようって今話してます。楽しそうじゃない？まあ画像で配信っていうのはちょっと一見つまらなそうだけど、そう考えたらすごい楽しそうだなと思いながら、みんなでね、だって本番っていうか、その文化祭当日は参加できないんですけど、みんな参加できないんですけど、配信ね、その撮影だったらさ、みんなできるから楽しそうだよねって言いながらね、楽しそうですよね。なんかその学校の YouTube みたいなのをやって、そこでなんか配信するって言ってました、先生が。おお、なんかあれやなと思いながら、今っぽいなと思いながら今っぽいなと思いながら思ってました。なんかで明日の朝のショートホームルームで役を決めるそうです役を決めるそうですよ。楽しそうじゃね。だから今 LINE でさ、配役みたいなのを話し合ってたんですよ、どうするっつって文化祭まで夏休み抜けたらもう1ヶ月切っちゃってるんですよ、夏休み抜いたら。だから明日終業式なんですけど、私明日終業式なの。何の主人公だよ、なんか部屋の絶対やだって言ってるんですけど、なんかそういう流れになってるから、部屋のは絶対にやりませんやだよそんなの、やだよ。カメラマンになりたい、カメラマンがいい、カメラマンが一番楽しそうね。そう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 、なんか明日終業式の明日だから何時にやるの、9時、わかんない、何時に終わるのかちょっとわかりませんけど、
なんかあのでもその女の子とそのあの恋人の子はその女の子がそのポニーテールで、ポニーテールできるのが D 組2人しかいないんですよ。私とそのバスケ部の子なんですけど、でもそのバスケ部の子もなんていうのかな、ボブでまあかろうじて結べる、だから髪型的にはもう絶対ヒアノしかいないってなってるんですけど、いやカツラかぶればよくないねえカツラかぶればよくないですかと思って、でそうなんです。だからまた配役が決まったら皆さん、ヒアノは絶対にカメラマンを志望するので、ヒアノは絶対にカメラマン志望します。カメラマンがやりたい。だってさ、あの iPad じゃなくてその写真部があるんですけど、写真部にカメラを借りてそれでやるの絶対楽しくない？絶対楽しくない？こうやってシュンみたいな、やりたいよ。部屋のそれ、部屋のもやりたい。そうなんで、なんかそうエモい感じに部屋のも撮りたい撮られる側じゃないやつがいいと思って、すごい楽しそうだなと思いながら。でもひやのちゃん偉いのでね、偉いので、私皆さんご存知目立ちたがり屋なんですよ。でもだから学級委員とかはねしてたんですけど、自分からやりたいって言ってないんですよ。まあ、本音はやりたいけど学校の子見てないから言うわ。本音はね、主役の方が絶対目立つし、たくさん映るし楽しそうなんですけど絶対映るし、なんか配信されてその親御さんとか見たら、あこの子可愛いなとか思われちゃったらね、ひやちゃんちょっと照れちゃうからさ、照れちゃうから、うん、あこの子すごい映りがいいなとか、まあ、思われちゃったりしたらさまあでもね、部屋のからは絶対にやるとは言わないから、まあ、みんながそこまで嫌だったら分かった、やるよみたいな感じでやります。それまではカメラマンをするっていうのは言いますよ。カメラマンをする、部屋のもやもやつ撮りたいって言います。でももうみんながそこまで嫌だったら分かった、やるっていうことをやります。そこまでが一連の流れなのでそうです、そこまでが一連の流れなのでね他の子が主役になりそうになった時の反応みたい。主役向いてないよいやそんなこと言わないですよ、そんなこと言わないし、絶対みんな主役やりたいって言わないし、そう、そこまで流れ、一連の流れなんで、もうそんな分かった、もうそんな言ったら大丈夫、やる、分かった。まあ私うまいので。でもすごい楽しいじゃない、あの制服かわいいんですよ、うちの学校の制服かわいいから、それ着てさ、なんかもう教室の間だからファンって見てる感じとかすごいエモくない？めっちゃエモくない？楽しみですね、楽しみです。でもヒャダもちょっとだけカメラやりたい、だから他のシーンの時にカメラやりたいちょっとだけカメラやってみたいです、私もね、一眼の動画で撮りたいありますね、あります、文化祭がそういうことになりました。以上です、私の今日の一日は以上でございますヒャダちゃんの今日の一日でした。京都の出番はどれぐらいあるの？なんか20日ネズミ役とかしてもらおうかな20日ネズミ役20日ネズミ、あの歌詞のその曲の一番最初らへんに追い詰められた20日ネズミ
今絶望の淵に立て踏切へと飛び出した、そう君は友達とかいうね感じの曲があるんですけど、その20日ネズミ役を踏切に飛び出す20日ネズミ役をしてもらおうかな、じゃあ教頭先生には先生が主役ですよって言って一緒に先生ですよ、それじゃダメだよ、だって女の子同士のあれなんだもん、女の子同士の曲だから、相手が教頭だったらダメだよ女の子じゃないもん電車役がいいこうやって縄跳びでさ、縄跳びが縄跳びの先頭が教頭で、後ろにさ担任でさポッポーって言いながらあのやってもらうかいいじゃん、楽しそうですね。そうなんです、皆さんも聞いてみてください、あこの曲でやるんだと思いながら、教頭ポニータルできない、ルパンが頭短いじゃんもうすごいエモい曲なんで、なんかカバンにお揃いのキーホルダーをつけて、そのお揃いのキーホルダーつけてなんか帰ったりとかするやつなんですけど、エモい、すごくいい楽しそうですね、だから楽しみ。じゃあ今日私はちょっと無理かな、こっそりエイト君だそう、いいね、エイト君のキーホルダーとかよくね、お揃いのうちにあるし、ありますね。そうそうそう、さっき15分の時に85日皆さんありがとうございます話途中で言えなかったんですけど、85日、早いやね、あと3日で88ですよ、88早いね、85日ありがとうございます皆様、ありがとう、うん、ありがとうございます、はい、ということで今日もたくさんお話ししたということでたくさん話した日原の学校生活を、てか毎日のようにみんなに報告している、楽しかったこと、楽しかったこと、悲しかったこと、皆様と共有できることができてとても幸せでございますということで、そろそろランキング発表したいと思います。明日始業式で早いから、あのバスケのユニフォーム着て配信しようかなとか思ってんだけど、どうすか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 、バスケのユニフォーム着てポーって撮ろうかなみたいな、サイドポニー着てなんかバスケ部っぽい感じでいいですね、いいよね、いいよね、いいよねっつって、夕方、うん、夕方の方が見や、夜、夕方とか夜の方が皆さん見えやすいよね、だって夜8時9時とかの方が見やすいのかなと思っているので、個人的にボール場所お願いしやすいので、割とでも爪長いからできるかな、できるんです私ここでで割とできる方なんだけど、まあそんなぐるぐるぐは無理ですけど、夕方より9時8時9時の方が見やすいとかかなと思っているので、8時9時でやりたいと思います、ますということで、ランキング発表したいと思います。ドゥルン、13位コージ先輩ありがとうございます、12位キラキラボスさんありがとうございます、11位ハウスさんありがとうございます、10位ベベモンさんありがとうございます、9位イチさんありがとうございます、8位カイスさんありがとうございます、7位クマシロさんありがとうございます、6位バンクさんありがとうございます、5位ダイちゃんありがとうございます、4位クラク銀賞さんありがとうございます、3位キャンパチさんありがとうございます、2位テロさんありがとうございます、そして1位はドゥルル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 ン、コバさんです、ありがとうございます、コバさんありがとう、フォン、コバさんありがとうございます。ランキング発表したいと思います。ひなのこもっともっとって言ったら、おくもっとって言ってください、いきますよ、もっともっと、おくもっと、ありがとうございます、笑顔と元気を届けます、広島県から来ました、16歳のんのんことおくもっと編です、よろしくお願いします、イエイ、よろしくお願いします。
はい、ということで皆さん今日も見てくださってありがとうございました。また明日もしたいと思いますのでぜひ見てください。ありがとうございました。バイバーイ。3、2、1、0、アデュー。バイバーイ。いい夢見ろよ。